はい、フリーーライターの今,です、えー、今日はちょっと少子化に伴う本当に深刻な話をしたいと思います。というのも少子化対策っていうと子供がいなくなって、まあ、人口が減っては大変だぐらいしか思ってない人って本当にいっぱいいると思うんだけれども僕らは、まあ、僕らっつっても僕は57歳なのであと2 3 0年は多分生きるんじゃないかと思います平均まで、えー、通せばね。だけど えー、2 3 0年っていうのは長いですよ、その間に何が起こるかっていうのは、僕は何度も言ってるけれども、十数年後には南海トラフや首都直下型地震が起こるということでもう、それは太平洋側だけじゃなくて、日本全体に経済の地盤沈下を起こす、起こしかねないっていう恐ろしいものなんですよね、で日本人というのはどうしてもこういう不都合な現実は見たくないって考えないっていうことで、まあ、岸田政権もあんまり地震の話をしません。 まあなっちゃったらしょうがないんじゃないとか思ってるかもしれない。でもね、そのしょうがないのレベルが311とは全然違うんですよ。僕が何度も警告しているのは、十数年後だったら今から準備できるんです、ね、備えることができるんですね。だから何度もあの、ね、あの日本経済が地盤沈下して、つまり人口減も同時に進み、地震も来たら、もっと子供を産む人はいなくなるわけだから。 当然だけど人口減、つまり人口が減ることによって、あなたの会社が一生懸命作っている商品サービスを買う人が減るわけですよ。ね、買,う買い手がいなくなるってことなんですよ。あの人口が減るってことは。ね、そうすると、なそれは個人消費だけではないです。エネルギーとかもみんなそうなんで、あの食料とかもみんなそうなんで、ただでさえ値上げが進んでいて、 でしかも買う人がいなくなれば、もっと値上げせざるを得なくなるっていうのが、まあ、日本の経済構造ですよ。だから、えー、僕らがあと2三30年生きるのであればねあの、自分の所得を上げるしかないんだっていうことが、まあ、結論なんだけども、その前に、じゃあ異次元の少子化対策って岸田さんが、ね、平気で言ってるけれども、そんなことは果たして成立するのかっていうね、えー、ことをあの記事を読んで、ちょっとみんなで考えてみたいと思います。 子どもは嗜好品、贅沢品だと異次元の少子化対策の陰で結婚、子どもを諦め始めた若者たち、TBS の報道特集です、ねえー。深刻な少子化社会の日本、結婚したくてもできない、子どもは作れない、フリーランス、非正規のカップルからはもう手遅れだと諦めの声すら出ています。政府が異次元だとした少子化対策の叩き台で食い止めることはできるのでしょうか。ね 30代女性がねようやくこの人という人に出会いました昨年入籍した30代夫婦明るい未来を与えてくれる素晴らしいお相手をパートナーにすることができました、まあ、こういう人いるよね、えー、婚活支援サービス小玉に寄せられた喜びの声実は埼玉県が運営に関わっている最大の特徴は小玉スタッフが言うにはね AI がご相性のいい方がいた時に月で毎月上限6名様を紹介すると。 AI を使った相手選び、利用者自らの価値観に関する112の質問に答えると、AI が膨大なデータをもとに相性がいい相手を提案すると、112も答えなきゃいけないんですかこの日、IT 企業に勤める29歳の男性が相談に訪れた、やっぱり30歳近いなっていうところでいろいろ考えるところがあって、思い立ったが吉日と、AI 婚活支援は出会いの機会を増やすという意味では有効な手段だと思いますと。 まあ出会いの手段っていくらでもあるんですけどね AI を使った結婚支援は国の後押しもあり、えー、内閣府によると全国22の県が導入しているってことは、ね、日本の半分の以下の自治体しか導入してないってことですね2018年に取り入れた埼玉県ではこれまで300組以上が婚約結婚に至ったという、うん、これちょっと費用対効果よく分かんないですね 相談に訪れた 30, 歳30代女性、本人確認、独身証明とかもしっかりしていたので安心してできるかなって公的機関がやっているのが一番大きいかもしれない、うんえー、県の担当者は少子化を防ぐには子育て支援だけでなく結婚支援をすることが重要だと強調する、えー、埼玉県少子化政策課、えー、島崎隆主,主査が言います、えー、統計を分析すると結婚することで子どもが生まれてくる状況がある。 まあ、当たり前だと思いますけどね、結婚をご希望しているけれど、相手に巡り合わないという状況を解消するのが大事なのかなと思っていると。うんまあ、だから出会いを、出会いのチャンスを増やせば、その分、成婚率は高まるのは当たり前なんじゃないですかね。うん、でも結婚すれば子供を産むからっつっても、結婚しなくても子供を産みたい人もいるんですよ、世の中に今って言いたくなるけどね。しかし今、経済的理由で多くの若者たちが結婚や出産を諦め始めている。 神奈川県で配送ドライバーとして働く池畑雄一さん、35歳。ワ、ね、ンセット24キロの飲料水を多い日は1日80件届ける。うわぁ、大変だわね、この池畑さんが言います。フリーランスは何も保証してもらえない。その会社は何も守ってくれないし、池畑さん来週で終わりですと言われたら、その時点で仕事がなくなっちゃうので。 1>, 1セットで得られる額は400円、月の売り上げは40万円ほどだが、高騰するガソリン代など、さまざまな経費も負担するため、手元に残るのは月に30万円ほどだ。フリーランスは労働基準法で保護されず、雇用保険も適用されない。えー、池畑さん言います。自分一人で生きていくのですら不安なこの世の中なのに、結婚して奥さんも子供も養っていくっていうのは、男からすると想像できないというか、足踏みしちゃってる人はかなり大勢いるんじゃないかと、僕もその一人。 えー、日本の、えー、2021年の合計特殊出生率はね、1人の女性、これ15歳から49歳、まあ、あの出産的、ね的年齢えー、適正年齢だよね、が生涯に産む子どもの数が1.30、えー、去年の出生数は過去最小の79万9728人で初めて80万人を割り込んだ年間で生まれる赤ちゃんですよ。 政府は3月31日、児童手当の所得制限の撤廃などを盛り込んだ異次元の少子化対策のたたき台を公表。しかし、財源には触れておらず、これがポイントね、あとでちょっと深掘りします。財源に触れてないんだよ。今年6月の,の骨太の方針までに結論を出すという、うんまあ、今、ちょっととんでも論が飛び交っているんで、それもあとで言います。えー、池畑さんが言います。えー、少子化だったり晩婚化もそうですけど、今に始まったことじゃないじゃないですかと。 ずっと前から言われて、本当だったらもうずっと前から対,対策してればいいのに、結局何もやらないので、国に対しての信用がないですねって言ってるんだけどあの、ねえー、少なくとも30年ぐらい前からやってるんですよ、少子化対策は。ただ、成果を出してない少子化対策を平気で続けてきたんです、この国は。だからやってる感しかや,や,やってないわけよ、実際にはね。 不安感じゃないですか、やっぱりこの先が見えないっていうか、金銭的にと考えても、今の状態で生まれてくる子供が幸せなのかと僕は思っちゃうので、子供の好きなことをやらせてあげられないのに、子供をとりあえず作るって、ある意味親のエゴかなっていうのもある、だったら産まない方がいいんじゃないかって僕は考えちゃうんですよね、子供のためにも。っていうふうにね、子供が大事だから子供を産めないんですよ。そういうことなんですよ。実は現在、彼女と同棲中という池,原池畑さん。 昼休みににには自宅に帰るるようにしていると。彼女のこミカさんというのかな食卓に作りたてのご飯を並べ、まあ、待っていてくれていた外食はほとんどしない節約生活食費は2人で月3万円を超すことはない、えー、池畑さんが言いますいつも出してくれます帰ったらすぐ食べられるようにでも毎日違うメニューみたいな感じなんで本当にありがたいですねと昼ご飯を食べるのが楽しみで頑張るみたいなと。 ミカ、ね、さん言います。私は夜勤に行っちゃうから、お弁当作っといたと。生、ね、方さん、最高の彼女だと思います。節約にもなると思うし、外で食べるよりこっちで食べた方が美味しいので、そりゃ恋人と一緒に食べた方が美味しいですね。ミ、え、カ、ー、さん、行ってくれるわ。<laughs> 今日仕事頑張れるって。ミ、う、カ、んえー、さんは非正規のケアワーカーとして働いている。手取りは月に20万円ほど。 ミカさんお給料を上げてほしい、今本当に人いなくて、介護する人間がこんなに頑張ってるのに、これしかもらえないと、うん、ねと、そうだよね、老生を始めて3年目、周囲からは夫婦だと見られることもあると、ミカさんにはいつ,いつか結婚したいという思いもあるが、子供は考えられないという、母が女で一,一つで4人の子供を育てる苦労を見てきたからだ、そうですよ。 子供は分かってますよ。どれだけ子育て大変か、実は。だから自分が親にな,なるの大変だって分かるわけだ。美香さん、えー、私たちのせいでお母さんを苦しめちゃったなと思って、それから自分も子供ができたとしても幸せにできるかっていうのは不安で、そういうのもあるから。ね、池畑さんはあえて刺激的な言葉で現状を嘆く。僕的には子供は嗜好品だと思っています。品えー、贅沢品だと思っています。ものに頼えるのもあれですけど、 余裕がある人が良い車に乗ったり、良い家に住んでるとか、そういうものの一つになっちゃったなと思います、子供を作るってことが。そういう意味で、戦意喪失させられちゃってるというか、もうしょうがないかみたいな、悪い意味で悟っちゃってますよね、悟り世代、<laughs> 僕はもう手遅れだと思う、正直、一人一人の幸福度だったりっていうところをもっと考えてやるのが、一番僕は遠回りのようで、少子化対策の一番の近道なんじゃないかなと、そうなんだよね。 日本で求められる少子化対策とは何か男女共同参画会議メンバー中央大学の山田雅弘教授は結婚したくてもできない人への対策をより重視するべきだと主張すると、ね、結婚した夫婦はとりあえず2人ぐらいは産んでいると8割以上の人は結婚を望んでいて子供を望んでいるというわけですからそういう結婚や子供を望んでいるけれどもなかなか事情で結婚できないという人たちへの支援というものが今回の政府の対策で出てこなかった。ね いいですか子供を望んでいるけれども、なかなか事情で、えー、なかなか事情って、これ、経済的な事情でって意味だよね。結婚できないという人たちへの支援が、今回の政府の政策では出てこなかった、えー。結婚に踏み切れない人たちへの対処というものが重点的に必要だと思う。まあ、そうだよな。で、結婚できない理由の一つは、正社員と非正規雇用の格差だというと。日本は正社員同士で共働きしているカップルは、若い人たちの4分の1しかいない。 今まで正社員じゃない人を雇った企業に助成金とかやってますけども、支援額の規模が小さい、ますます格差が広がって、正社員カップルは子供は産めるけど、そうでない非正規やフリーランスや自営業の人たちは子供を産めないという格差が放置されるのではないか、だって非正規ワーカーっていうのは、全体労働者の中の4割近くを占めてるから、かなり大きいですよ、そういう人たちは子供を産まないという選択をせざるを得ないってことですよ。 一方、子どもがいる世帯には大学や専門学校など高校卒業後の教育費の負担軽減が必要だとしたと山田教授が言います、やっぱり一番効くのは高等教育の親の負担軽減、高校を出た後の進学費用を考えるから子どもを産み控え,、うん、えるという点を分かってほしいと、えー、諸外国を見てみると少子化対策の成功例とされているフランスでは公立大学の授業料は無料スウェーデンでも大学の授業料は公立私立問わず無料。 で山田先生が言います、日本、中国、韓国は子供にとにかく辛い思いをさせたくないという気持ちが強い、高校を卒業した後大学や専門学校に行きたいと言った時にお金を出せないというのは親として辛い。い、ね、高等教育費用を社会全体で負担しようという意識が広まらない限り何人もり、うん、誰も子供を産もうという人は現れないと思います、その通りだと僕は思います。これもううちょっっとと掘り下げたいなん、えー、でかっていうとね 今話した少子化対策の司令塔になるのが、えー、子ども家庭庁だからです。はい、子ども家庭庁、4月1日発足しましたね。えー、で、4月1日ね、発足されるのは子ども家庭庁だけではありません。子ども基本法というものも施行します。何かというと、子どもや若者の政策を決める際は、当事者、つまり子どもの意見を反映させるよう、国や自治体に義務づける。ね 同じ日に発足する子ども家庭庁は新たな事業、子ども若者意見プラスをはじめ1万人規模の声を集めて政策に生かそうとしている。しかしね、これ読んだ段階で、おい、ちょっと待てと。ね、さっき読んだ記事は、ね、やっぱりさ、30代とか40代で結婚できない、ね、結婚して子どもも作るのも今、手控えてるっていう人たちだっているよね。いいですか子どもの意見って言ったときに、 あんじゃあもう小学生から20代まででいいんじゃねえって考えるのが子ども家庭長なの。だけどさ、考えてくださいよ。今までさ、そういう子どもたちの意見を聞かなかった、ね、大人たちが、うん、おまるの意見聞いてやるよっていきなり言い出したらさ、子供あなたがもし子供だったらどう思いますは今まで人の話聞かないのにこれから聞いてあげるだとふざけんな、お前誰だよ、こらって思いませんか 今まで人の話聞いてこなかったらごめんなさいでしょう、最初に挨拶は。今まで私たち大人は、ね、もあの申し訳ないことにあの子供たちの話を聞いてきませんでしたと。申し訳ありませんと。これからはあの皆さん子供のお子さんの話、ね、聞くことにしますま。反省しますって言うならまだわかるよ。そうじゃなくてさ、ね、あの20代までの話なら聞いてやるけどさ、違うだろって。 これはね当事者の意見を反映させるっていう意味は、ね、子ども基本法、もう一回言うよ子どもや若者のせ政策を決定、決める際は当事者の意見を反映させるよう国や自治体に義務付けるってこれはどういうことを言ってるかっていうと大人は全員子供の当事者だったよねだから自分が子どもの頃に例えば、えー、教室で、ね、なんかいろんな人からいじめられたとかあと学校の先生でぶん殴ってくる人がいたとか。 あるいは親が怖かったとか、自分が子供当事者だったって人は、もう別に年齢に関わりなく、高齢者だって子供だったんだよ。ね、だからその子供当事者の部分っていうのが大事なのであって、20代までが子供若者ですとかっていうのを勝手に決めるなって話なわけ。だから常に自分が子供だった時に、あれは嫌だったよね、あれは辛かったよねっていうのを自覚することが当事者性の獲得っていうんだよ。だから あの子ども家庭庁が20代小学生から20代までの人の話を聞きますって言ってるのは、それ、な何を根拠にそうなのっていう話なんだよね。80歳の人でも子どもだったんだよ、子ども当事者だったんだよっていうことが分からないと、子ども施策はうまくいかないです、はっきり言うと。 で3月16日、国会内で公益財源法人アスの場が開いた集会、5人の子どもや若者が小倉政信子供政策担当大臣らスーツ姿の国会議員を前に自らの経験を訴えた、高校3年生の女子生徒は貧困家庭だから国公立以外の大学に行けない、もし受験に失敗したら社会で生きるのが難しいし怖い、後がないので不安を抱えて日々を過ごしていると打ち明けた。 レールから外れると行きづらい、行きづらさの表れが不登校、学校行きたいと思える場所にしたいと望んだのは通信制高校の,ああの生徒だ。小倉担当大臣は子どもの権利条約にも書かれている通り、子どもや若者の意見を表明する権利があり、我々は聞く義務がある、政策として丁寧にやっていきたいと応じた。だからさささんその時にさ 今まで子供の皆さん、ね、あの私たち大人が話を聞かなくて申し訳なかったって、謝ったらさ、株が上がるのにさ、うん、これからお前らのお話聞き合ってもいいよっていう構えだから、子供たちは本当のことが言わないし、腹立ってんだよ。これまでも政府が子供や若者の声を聞く事業はあった。ね、しかし、政策に反映する仕組みが弱かった。そりゃそうだろうな。 新たな事業では集めた意見を政策にどう生かし,生かしたか、生かせなかった,た場合は何か理由を公表し開、聞きっぱなしにはならないようにすると。寄せられた意見は他の省庁とも共有すると。ね、大人目線からの脱却を目指し、<laughs> 目指すの <laughs> いいかい脱却を目指すんじゃなくて、脱却し,たして子ども目線に自分がならないと意味ないじゃん。目指すレベルじゃ困るじゃん。 をあの意見を聞くべきテーマは子どもにも提案してもらうと。子どもにもっていうのがポイントだよね。結局、子どもは二番煎じだから、子ども真ん中でも子どもファーストでもないってことだよ。子ども家庭庁の政策に限定せず、教育や雇用、街づくりなど、他の省庁に関わる政策も視野に入れていると。えー、意見募集は小学1年生から20代までが対象。ね、意見を聞く相手は20代までって言ってるあたりからして、もうなめてんだよ。ね、年齢じゃないのよ。 みんな子供だっったのよっていうことが分かってないんだよだよから小倉さんも自分が子供時代に何が辛かったかなとかそういうことを思い出させるのが当事者制の獲得なのにそれをやらないんだからねあ,あ、もうおじさんがねあのお幼いお前らの話も聞いてやるよっていう構えだったら子供は、うん、じゃあこれはその今更お前の話にお前のなんか政治的手柄のためにこっちの声を聞くなんてや,やりたくねえ聞かせたくねえよって思うに決まってんじゃねえか。 子ども家庭庁のホームページで参加者を募集してて、氏名やメールアドレスを登録と、4月から5月にかけてオンラインの説明会を開き、夏休み時期の7、8月に意見を聞く場を設けると、中学生以上なら運営に関わり、意見を聞くテーマの発案もできると。な,なんだこれ。意見を言いたくない子や不登校の子、障害によって話しにくい子の声も重要だ。児童館や子ども食堂、フリースクールや児童養護施設に出向いてのヒアリングする。少年院に行けよ。<laughs> 少年院とか少年刑務所に行ってもヒアリングしろよって言いたくなるよね、こうした政策転換を確実なものにするためには、国会議員の意識改革も必要だつうか、意識改革してねえんだよな、そもそも。明日の場の集会でこんな声も上がった、もっと現場に行ってスーツを脱ぎ、子どもの目線にか,んかがんで話をき、えー、してほしいですと、視察という人ごとごっこはいりません、聞くだけでなく、考えるだけでなく、動いてほしいと、子どもから言われちゃってるんだよね。 新たな取り組みに実効性を持たせることができるのかどうか、これから進化が問われるっていうんだけど、子ども家庭庁の財源、ね、動き出す財源、あるいは少子化財源について、岸田がとんでもないこと言い始めましたよ、皆さん、ちょっと最後聞いてあげてくださいよ。 読みますよ。3月31日、政府は異次元の少子化対策のたたき台を公表、男性育休の取得率向上、児童手当の支給対象の拡大などを盛り込み、今後3年間で集中的に取り組むと、えーえー、財源については公的医療保険の保険料に上乗せする案が有力など、どう毎,日毎日新聞が報じていると。 えー、2月に公表された財務省の資料によると、2023年の税負担と社会保障負担を合わせた国民負担率が46.8%になると見込まれている、これは収入の半分近くが徴収されていることになると、つまり年収400万の人でも実際に使える金っていうのは200万弱ってことだよ、ね、あ200万ちょっとってことだよ、しかも財政赤字を解消するための将来的な国民負担を加算した潜在的な国民負担率は53.9%になると見られている。 えー、コロナ禍への対応で財政赤字が大きく膨らんだとはいえ、SNS では江戸時代の5個5民よりもひどいと騒がれましたと、確かに、ちなみに2022年度の国民負担率は47.5%、潜在的な国民負担率は61.1%なので、多少改善されているとはいえね、多分みんなもう値上げがさ、もう2万品目以上あるから、もう、もう、なんつうの、実質的には目減りしてんだよね、可処分所得っていうものは、つまり自分が使える金ってものはさ。 えー、ルクセンブルク約85%、フランス70%、イタリア60%と比べると低いという意見も長田町にありますが、賃金が上がらない日本では負担感が増すばかり、しかもこの先、負担率はもっと上がり、超絶過剰,過剰状態となるでしょう。まあ、だろうね、もっと上がるのか、えーな、その理由こそ冒頭の異次元の少子化対策にあると政治家、政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏が指摘する。異次元の少子化対策のメニューは出揃いましたが、その財源に触れていません。ただね 施、えー、政方針演説の中に、社会保障全体の中で考えていくといった趣旨の発言がありましたと、えー、つまり少子化対策の中には、年金、医療、介護なども含まれるわけで、財源もそこから絞り出すと、いいですか、年金、医療、介護の中から少子化,少子化対策予算が取られるよと言ってるわけ、考えられるのは、年金の支給額を減らす、納付期間を5年延長する、100万円程度をさらに納付するなどです。 国は地方自治体にも相応の負担を決めていますから、今後は国民負担率が50%以上になることは容易に想像がつきますと、ね。年金に手をつけるとお年寄りにしわ寄せがいきますので、私たちは若い時に頑張ってきたのにという不満につながります。一方、子育て世代は我々が今支払っている社会保障費でお年寄りを支えているのにという不,不満にもつながると。選挙対策といってもいい異次元の少子化対策の施策が日本の分断につながるんですと。ああ まあそういういことですよ岸田さんはだから、何も考えてないんだろうなと、僕なんか常に思いますけどね、財源もないままいいことばかり言ってるよっていうふうに思う、それなんでなのって言ったら、軍事予算、防衛費を倍増して5年間で国民に増税を敷いたから、もうそんなにこのあと増税をやったら、まあ、選挙で負けちゃうからね、だからそう考えるとさ、もう岸田さんのやってることっていうのは場当たり主義なんだよ。ね。 で、だから僕は政府に期待したところで、政府に文句言ったところで、岸田さんは聞く耳を持たないので、えー、給付金があ、ね、あだ出したとしてもビびビたるもんだしさ、だからこんな人にね、あの僕はいつまでも期待して怒ってたりしても、何にも変わらないと思います。だからこそ僕は所得は自分で上げるしかないんだっていうふうに思い切らないと、後でバカを見ると思います。 そのためにはあの、じゃあどうしたらいいののためにあの毎回同じこと言ってます、えー。中高年向けスモールビジネスで副業を作りましょう。つまり自分で自分の仕事を作りましょう。その方が所得を増やすのには早道です。しかも、僕が言ってるのは月1万きっちり稼ぐっていうことを、えー、やれる人間です、ね来。来月から毎月30万入りますのみたいなことは僕は言いません。そんなことよりりも月1万きっちり稼ぐ人間が 人間に1年間かけて、ね、毎月1万稼げるようになりましたって人は、2年目は毎月2万円でもそんなに難しくないことが分かります、それで2万円、毎月稼げるようになるような人は、次、毎月4万円って、3年目にはそうなってますよ、そうやって所得を自分でゆっくりあの増やしていけるためにも、自分が無理なくできること、面白いと思うこと、楽しいと思うこと、で続けられる仕事っていうのを自分で作り出せるようになるのが最強なんですよ。 しかも、僕は何度も言ってるけれども、十数年後に地震ね、大地震、南海トラフや首都直下型が起きてしまったら、もう日本に住めなくなる可能性すらあるよと、まあ、特に太平洋側、まあ、そうだけども、太平洋側に生きている人だけじゃなくて、日本経済全部地盤沈下してしまったら、再就職先を60代で探そうと思っても、僕は難しいと思います、はい。それよりも、どこの町に行っても、どこの国に行っても、自分の仕事ぐらい自分で作れるっていう人間に、 10年かけて成長しましょうよと、ね、10年かければ大丈夫、間に合うよと、地震の前から、ね、別に日本で住まなくてもいいなとかさ、その方が、ね、別に日本で生まれたからって、ね、日本で死ぬ必要ないんで、日本がやばくなって暮らせなくなった時に、まああのね、あの自分とか友達とかと一緒に、まあ、移民ができるようにした方がいいと思いますよと、まあ、そのために僕はわざわざあのこんな、ね、あのビデオを売ってるわけです。 あ、これは前、一つ前のやつだな。あの今、売り出しているのは中高年向けっていうやつです。中高年向け副業講座っていうのを売り出しています。はい、でとにかく自分で仕事を、ね、作り出せば、これ、1本3万円で10本の動画が入ってますけれども、あの1本3万円の動画がいかに安いか <laughs>。 が分かると思いますビジネススクール行ったら何十万とか下手すると何百万とか持っていかれちゃうわけよ。ね、バカみたいです。そんなことよりも3万円できっちり学んで、ね、3万円稼ぐのに、まあ、3ヶ月とか4ヶ月、ゆっくりやってもそんな感じ。いきなり3万円稼ごうと思ったら一月で稼げちゃいますよ。と、うん、いうか、稼ぐ方法をどうやって仕事を作ればいいか分からない人向けに、超分かりやすく、僕はこの動画であの紹介あの説明しているので。 そうなんです僕の取材相手は基本子供な、子供子供や障害者なので、子供や障害者でもできる、実際にやってる事例を紹介しながら、あのなんていうかな、誰でもできますよ、本当はって。ね、自分があの向き合えば、自分の中に蓄積してきた体験や、職歴、えー、あるいは友人関係、ね、いろんなものが自分にもうすでに蓄積されています、4 50代の中高年には。だからここそ中高年はまずこれを 買っっっっててててて一人でややややももいいいいいいいししししおお子さんやお孫さんん孫とと緒ににいい思まます、まあ、そうう楽しい老後にしていきましょう、ね、自分のやってることで普通に他のお金が入ってくるっていう仕組みになった方がいいじゃないですかあの雇われないとお金が入らないっていうのは不自由ですよだって他人に選ばれるわけだからもう他人に選ばれるの嫌だともう自分で楽しいことやってそれがちゃんとお金が回ってくるっていう仕組み,仕組みを作りたいと思えば あの今からすぐにでも学んでおきましょう、まあや。だから学んだ後で、やるやらないは別に、あのー、自由だと思うけど、知らないままただただあの年収頭打ちで,で、65歳で再就職先からも追い出されってやったら、本当に老後は寂しく、悲しく、貧しく死んでいくことになると思います。それはさ皆さん避けた方がいいように思います。ということで、僕は地震が始まる十数年前の今の時点で、今からゆっくり仕事をね、小さく作って、 ゆっくり大きく仕事を育てていきましょうという思います。はい。えーねまあ、政府に期待、できる方は政府に文句を言い続けてやりましょう。一円に,一円にも二円にもな,ならないと思いますが。ということで、今回のビデオに関してもあの、ぜひコメント欄、チャット欄にあのご意見をお書きください。えー、よろしかったら、この画面の下にある共有っていうところをクリックして、この動画を拡散,拡散していただけるとありがたいです。ほいじゃね